メディアパネルからレイヤーを選び、テキストへ進みます。文字を入力し、プレビュー画面に表示されたテキストの位置、大きさを決めます。最後にタイムラインで表示される時間を合わせましょう。テキストクリップを選択するとメディアパネルの表示が変わります。フォントやカラー、輪郭、影を使って見やすいスタイルに変更しましょう。ショップから好きなフォントをダウンロードすることもできます。テキストのフェードイン、フェードアウトは使用頻度の高いアニメーションです。が、その他にも様々なアニメーションがあるので使ってみてください。